こんにちは。お昼のニュースをお伝えします。山口県宇部市の女子大生鈴木美咲さんが弟の拓也くんに対し電話で、冷凍庫にあるカレーを外に出してほしいと伝えた後、弟の拓也くんは玄関先の庭に出してしまいました。昨日午後4時ごろ、大学で勉強していた美咲さんが前日に作ったカレーをその日の晩ご飯にしようと思い、冷凍庫から出すように拓也くんに電話をしたところ、拓也くんは家の外に出すのと勘違いし玄関先に出してしまいました。その光景を目撃した美咲さんは笑いながら、そっちの外じゃないんだけどと伝えたところ、じゃあ机の上に置いてって言ってよと返された模様です。美咲さんはこの発言を受け、言葉選びの重要性を再確認できたと話していました。その後カレーは解凍され無事に食べられたとのことです。以上、ニュースをお伝えしました。